スパイのライセンスなる、米国諜報機関のスパイとなり、得意の泥棒テクニックを駆使して行う、諜報活動を描いた作品。映画スターとして、低迷期にあったワグナーがこの作品のヒットにより、人気を復活させたことでも有名。第2シーズンからは、フレッド・アステアが登場、ワグナーの父親役を演じた。ゲストに、ベティ・デイビス、ピーター・セラーズ、ジョセフ・コットン、 スザンヌ・プレシェット、リカルド・モンタル版、レスリー・ニール・セン、後にワグナーと、探偵ハートハートで共演する、ステファニー・パワーズなどのスターが名を連ねた。英語版 EN、It Takes ACF エピソードを参照。プロスパイに関するカテゴリー。ありがとうございます。